こんにちは、つるちゃんです。つるちゃんのジャズピアノが弾きたい、初心者の方にも弾けるような優しいジャズアレンジを紹介しているんですけれども、今日は「メモリーズ・オブ・ユー」「あなたの思い出」と訳されていたりします。いろいろな演奏がありますけれども、まあ、日本で一番有名かと思われるのはベニー・グッドマンというクラリネットの人が演奏しているものでね、これはベニー・グッドマン物語という映画にもなっていて、その映画のシーンで演奏されて印象に残っている名演奏だと思いますね。たくさんの演奏あるんですけど、私個人的に印象に残ってた演奏の一つに、ダラー・ブランドというピアニストがソロで弾いてるバージョンがあったんですね。出だしのところが、こんなような出だしで、ちょっとコード進行が付け方が独特だなということで、印象に残ってたんですけれども、ダラ・ブランドという方はその後改名をして別の名前で頑張っている。 NHK の BS のドキュメンタリーでも紹介されたことがあります。なんとかイブラヒムとかっていうね、名前。もう一つ、私個人的に印象に残っているのが、ジャッキー・グリースン・オーケストラの演奏なんですね。オーケストラという名前、いろんなものに対してオーケストラと呼ぶことはあるんですけど、この場合はちょっと吹奏楽主体の編成のように聞こえるんですけれども、特にフルートのね、フルートパートでこの和音の塊を演奏している感じがとっても柔らかいというか、独特の輝きがあるというか、それで印象に残ってて、私も好きなんですけれども。私のこのジャズピアノは弾きたい初心者向けということで、ごくごくシンプルなアレンジが多くてですね、大体こう1曲演奏すればそれで終わりと、ワンコーラスで終わりということですね。で、まあ、2コーラス目というのはワンコーラス目をリピートして繰り返すだけでというのが今まであったんですけど、今日のは一応2コーラス目にですね、ちょっとしたアドリブのようなフレーズを入れているのが特徴になってます。ワンコーラス目は、
娘は まあアドリブ風ですね。アドリブの本当のアドリブは全く即興するのがアドリブですからね。ワンコーラス終わったらその曲のコード進行に合った全く自由な演奏をするのが本当のアドリブなんですけれども、にもいろいろありまして、メロディーラインがある程度分かる形でこうメロディーを崩しているっていう程度のものはメロディーフェイクと言ったりします。今回のこのアレンジもまあメロディーフェイクに当たるんですけれども、ちょっとアドリブを弾く気分になれるアレンジになっています。では弾いてみましょう。今回はメモリーズオブユーを紹介しました。楽譜とかおすすめの YouTube 演奏を解説文の方に書いてありますので、そちらをご覧ください。よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。お聞きいただきましてありがとうございました。